sono alla stazione di autobus La Sida. 今日はフィレンツェ発着の長距離バスシータというバスの、発着所に来ています。どうしてかというと、フィレンツェからは電車ではなくバスで行ったらとっても便利な場所いくつかあるんです。例えば中世の街シエナの街、また人気のアウトレットザモールというところに行くには、実はこの長距離バスがとってもおすすめです。じゃあですね、このバス乗り場ちょうど駅の横にあるんですけれども、意外と分かりにくいんです。今からこの私の後ろにあるバスに乗るにはどうやってチケットを買ったらいいかをご案内します。まずチケットオフィスがあります。ビリエテリア、チケットオフィスと書いてありますので行ってみましょう。まずたくさんの人がチケットを買いに並んでいます。でもこの行列に並ばなきゃいけないので、ちょこっと早めに来た方がいいですよ。見るとまず私の一番上には時刻表が書いてあります。一番てっぺん11時40分発のシエナ行きというのが見えますでしょうか。ただこのシエナ行きはオルディナリアと書いてあるので各駅停車になってしまいます。ですからシエナに行くには下から今4番目12時10分のシエナ行きというのがラピドになりますので、それがいいです。5番線から出ますので、まずシエナに行くにはこのチケットを買います。もしくは、このチケットじゃなくてザモールに行くにはザモール行きというのが出ます。ですからそういったところから買います。じゃあですね、この行列に並んでる人たち、どうやって言うかというと、このままですね、ずっと並んでいただいて、前方にお兄さんがいます。このお兄さんのところでシエナ行き往復でお願いしますというふうに買えばいいです。でこのチケットですが、買ったからといってそのままは使えません。やはりこの番号を確認して、そして例えばこのシエナ行き 5番線ですから、このように4番ですとか3番ですとか書いてあるので、この5番線に行きます。例えばまだ出てませんけれども、この5番線というのは通常はここに何行き何時というふうに時刻表が出ます。例えばこれもそうです。ポンタスエベ行き11時50分発というのが出ていて、いろんなところにこのバスの時刻表が出ています。バスはこんな感じです。とっても大きい観光バスみたいなやつなんですけど、ここであの中の黄色いチケットをやるところにこのチケットをピッと入れて、ここです、ここに入れてピッと押したら刻印されます。中はこんな感じです。結構広いんですけど、シエナ行きとかはとても人気があるのですぐいっぱいになってしまいますよ。それでは行ってらっしゃい。